バルミヒエルはドイツ連邦共和国ヘッセン州ベルクシュトラセン軍に属す町村。この町はオーデンバルト内にあり廃線となったユーバーバルト鉄道沿いに位置する。バルミヒエルは北はグラーゼレンバッハ、東はモッサウタール、ベイアフェルデン、ローテンベルク、南はエバーバッハのブロムバッハ区、ヘッテスバッハ、ハイリヒクロイツシュタイナハ、西は アップトシタイナ派、メルレンバッハ、リムバッハと境を接する。バルミヒエルの町役場この町の議会は37議席からなる。この町の町長は2017年から雑誌ャ・ベーバーが務める。この町やその周辺の労働者の多くはコロネット社に勤めている。この他、基礎家庭学校や本家庭学校がある。バルミヒエルには2003年に改修された屋外プールがある。 また2000年に古い運動場跡に作られた人工芝のサッカーグランドもある。ここでは SG バルミヒエルや SV アイントラハトバルミヒエルがプレーしている。さらには体育館もあり SG バルミヒエルや TB02G デルスブルーンのハンドボールチームや USC バルミヒエルのバレーボールチームが利用している。アインハウス書物の泉2007年の秋にユーバーバルトギムナジウムは 新しい図書館、メディア、情報センターをオープンさせた。2008年4月からは学生だけでなく周辺町村の住民も利用できるようになっている。郷土博物館郷土博物館は1988年から町の中心にある旧町役場で運営されている。この建物は1594年に建設されたものである。この博物館には バルミヒエルの歴史上の発展に関する資料が展示されているほか、特別展も開催される。スター博物館、スター博物館は、町の中心部に近い旧貯蓄銀行の建物を利用して2002年に開館した。スター車種鉄頻工場の製品コレクションを展示している。博物館の中心は、1階に展示された自動車である。 そのほとんどが修理され、走行できる状態で展示されている。スター社のその他の製品、ミシンやタイプライター、オートバイも展示されている。この博物館は、シュテッティン出身の収集家が運営する、個人博物館である。2005年には創設者の栄誉を称え、街の中心部と博物館を結ぶ通りが、スター通りと名付けられた。ユーバーバルトのアインハウスは、 ユーバーバルト博物館、文化協会と無給のボランティアによって2005年に完成した住居、地下貯蔵庫、家畜小屋納屋が一つの建物に統合されたものである。アインハウスとはこうした構造の建物の古い故障である。現在では町の結婚式場やサークル活動に利用される多目的スペースとなっている。2006年にはアインハウス前に ビュッヒャーブルンネンが作られた。ここには取り壊された死の塔があった。この塔はアダム・カリロンの小説、ミハイル・ヘリーの主人公の住まいとして描かれている。書物の泉はこの文学的に重要な場所を示すものである。バルミヒエルのジーデルスブルンチックには、海抜593メートルのオーデンバルトで3番目に、高い山であるハルトベルクがある。 その山頂には高さ135メートルのヘッセン放送の送信塔がある。ハルトベルクの別の側からはオーデンバルト越しやライン渓谷越しの素晴らしい眺望が望める。ジーデルスブルン地区のハルトベルクの斜面にはハルトベルク専門病院がある。システマティックな催眠療法を用いた精神療法や依存症治療を行う専門病院で160人の患者がいる。 この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。